明日はオフです。何しよっかなと思って、なんかもうゆっくりはしたいんですけど、一日中家におるのはちょっとなって感じで、で今手元に青春18切符が1枚残ってて、どこ行こうかなと思って、服行こうと思って、手ぶらで。てなわけで電車に乗り込んだわけですが、列車は今新大阪駅を出発したところです。このまま気分の赴くまま福井県まで揺られてみたいと思います。高槻を出るとあっという間に京都、そして琵琶湖を眺めながら湖西線を爆走します。マーキの大三四つ駅を出発すると、もうその表情は雪国そのもの。でも例年よりは雪が少ないかなといった感じです。北陸線南魔女本線、普通、福井行き、着きます同じホームの向かい側、半分乗り場に停車中です。9時53分の発車です。福井金沢方面の特急白鷺3号金沢行き、同じく3番乗り場から10時26分、福井の敦賀に到着です。気比神社に到着。まずはこちらで少し敦賀の町にご挨拶。北陸道諸国、朝鮮半島などからの入り口としての役割を果たしていた敦賀。北陸道総鎮守としてこの神社は昔から大切にされていました。奥に見えるのが赤レンガ倉庫。そしてその先の高台に僕は着目していました。全然行き方わからへん。あ、ここに行きたいな。渡られへん。この金ヶ崎宮は高吉親王とその奥さんとの恋愛のお話でも有名だそうで、恋の宮ともされているそうです。ま、恋なんて僕には無縁なんですけどね。敦賀の街が一望でき、奥には新幹線の駅も見えます。ここにお城があったみたいです。なんか倒れて、敦賀湾を一望できるスポットにもうちょっとで着くみたいです。この崖やばない。こっちは敦賀の原発の方かな。やばないこれ。普通にこっちがね、敦賀の原発とかの方で、こっちが敦賀湾一帯ですね。ここで持ち物紹介。本日はマジでカバンなしです。ポケットにアービオットのイヤフォン、そして財布からの鍵、そしてマスク、もう片方のポケットに入れているのはモバイルバッテリー。こちらはアンカーのやつですね。
そして鼻スプレー、まあ別名鼻シュッシュですね。僕はこれが年中欠かせません。からのズボンのポケットに入っていたのはこちらの道具一式。本当に手ぶらで来ました。降りていきますよ。降りていきます。誰もいないからこういうことができる。遠くなっていく青が。このレールたどったら何があるのか気になるな。なんか運んでたんでしょうね。この一本でレールってのも怖いけどな。絶対これやん。腹が減ったので赤レンガ倉庫に帰ってきてランチにします。昼から白ワインミネストローネボロネーゼ、そしてデザートジェラート。美味しいランチを堪能して帰りにスタバに寄ってキロに着きます。本当にポケットで持てる範囲の荷物でフラッと来れちゃう敦賀の街、たまにはこんな旅もいいなと思いました。それでは皆さんまた。